ルミナはプラグインに基づいたユニックスとユニックス系オペレーティングシステムのためのデスクトップ環境である。トゥルーズと BSD 派生システムのためのシステムインターフェースとして設計されたが、様々な Linux ディストリビューションにも移植されている。2012年、ルミナは最初フラックスボックスの拡張機能の集合として、ケンムーアによって作られた。2013年ぐれには、 ムーアはフラックスボックスのためのグラフィカルなオーバーレイを Qt4 で開発し、アプリケーション起動とファイルを開くためのユーティリティも作成した。2014年初頭にコードベースは PCBSD のソースレポジトリに統合され、同年4月にはフリーブズドのポーツコレクションにも追加された。ソースコードは分離された GitHub の Under the PC。 BSD アンブレラレポジトリに移され Qt5 を使うように変換された。開発は Fluxbox の中核を Qt ベースでルミナに統合された Window マネージャーで置き換えることにも注力した。プロジェクトは Dbus や p o l i c ッ k i t SystemD のような Linux ベースのツールやフレームワークを利用することを避けている。デスクトップとアプリケーションメニューは 最初に起動した時に動的に設定され、デスクトップ環境は自動でデスクトップアイコンとしてインストールされたアプリケーションを検索し、メニューに追加する。デフォルトのパネルはスタートメニューとタスクマネージャー、システムトレイを含んでおり、これらの場所はカスタマイズ可能である。メニューはスタートメニューかデスクトップの背景をマウスで右クリックすることによってアクセス可能である。 ルミナは次のようなユーティリティを含む。ファイルマネージャーのインサイト、ファイルの形式と、その他の詳細を報告する、ファイルインフォメーション、選択されたファイルやフォルダに基づきアプリケーションを起動するグラフィカルなユーティリティ、ルミナオープンなどである。ルミナは様々な BSDOS や Linux ディストリビューションに移植されている。ありがとうございます。